ザ・ホワイテスト・ボーイ・アライブは、ドイツのベルリン出身のバンドである。キングス・オブ・コンビニエンスのアーランド・オイエが、フロントマンを務めている。2003年、アーランド・オイエとマーチン・オーズを中心に、ドイツのベルリンで結成。結成当初は、プログラミングされたビートを基本とした、エレクトロユニットであったが、徐々にプログラミングを排除した、バンドサウンドへと変貌を遂げてゆく。2006年、 バンド自身が主催するレーベルバブルズから、ファーストアルバム、ドリームスをリリース。翌2007年、同アルバムを、モジュラーレコーディングスから、イギリスやアメリカでもリリース。アメリカでは、グレーズ・アナトミーの挿入歌として起用され、また、イギリスでは、BBC の人気番組、ザ・カルチャー・ショーでライブ出演などで話題となる。2009年、オーバーダブやエフェクト禁止のて一発取り、ライブで、 再現できない音は追加しないルールのもとセカンドアルバムルールズをリリース。2010年にはコーチェラフェスティバルに出演。2011年には初来日公演を行った。2014年6月バンドのフェイスブックページにて活動終了を発表。ありがとうございます。